トレンドニュースの高まりです。米女子プロゴルフツアーの CME ツアー選手権の第3日目が終了し、首位から出た畑岡奈紗選手は7バーディーボギーなしの65をマークし、通算21アンダーで韓国のエイミー・ヤン選手とともに首位をキープし、今季初優勝に王手をかけました。ワウワウのインタビューでは、今日も攻めのゴルフができてスコアを伸ばすことができてよかったと満足そうに話し、明日1日で今年のシーズンも終わってしまうので悔いなく、明日も攻めのゴルフができればいいと気を引き締めました。ついに3日目の天王山を乗り切り、明日の1日運を天に任せ全力を発揮してほしいですね。21年大会では首位タイで最終日に臨みましたが、1打及ばず2位に終わっています。その雪辱を果たすとともに、今後のゴルフ人生を占うにも大きな試練になりそうです。期待しましょう。その他の日本勢は2日目に65を出し8位まで浮上した古江彩佳選手でしたが、この日は70と大きく伸ばすことができず、トータル12アンダーの11位タイに後退しました。強風が吹き込んだ1日、難しいコンディションでもあったけど、その中で落ち着いてプレーはできた方かなと、なんとかアンダーパーでまとめました。ビングスコアを出した次の日は一番気をつけないといけない、それは頭に入れながらラウンドしていましたと、ちょっぴり残念そうでしたね。しっかり自分のプレーが最後もできたらいい、集中してまた切り替えて頑張りたいと付け加えました。首位とは9打差、今季は未勝利のまま終わりそうですが、最後まで気持ちは切らさないで頑張ってね。笹生優花選手はここまで3日間60台を揃え、通算10アンダー17位で臨む今季最後のラウンド、いつも通りです、いい1週間だったなと思えるような1日にしたいとお約束のフレーズで意気込みました。西村優菜選手は最終18番セカンドをグリーン左の池に落としてしまいましたが、なんとかしのいでナイスボギーで収め、通算9アンダー22位に後退する結果となりましたが、珍しくショットが荒れた中で我慢も光る70でした。もうあと1日しかないのかと思うんですけど、楽しんでスコアを伸ばせるようにとルーキーとして挑み続けた1年を気持ちよく締めました。ここで一般の方のコメントの紹介です。期待は高まるが、前回のチャンスは最終日にスコアを伸ばせず優勝を逃したから、今回は守りに入らず攻めてほしい。メジャーの連中は最終日に上位でも臆することなくバーディーを果敢に狙ってくる。畑岡も最終日にスコアを伸ばせないと今季初勝利は無理だから、なんとか頑張ってほしい。以上コメントの紹介でした。もうここまで来たら畑岡選手の優勝を見たいですね。大谷選手の MVP に便乗して最後に花開かせましょうね。日本中のゴルフファンが応援しています。頑張れ畑岡奈紗。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。